はい、こんにちは。前に進む将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は11手です。考えてみてくださいと。私はこれはちょっと、あれこれ、回り道いっぱいしちゃいましたね。まあ、とりあえずパッとこの下目につきますよね。これ、こっちに入れてくれれば、まあ、比較的簡単に詰むのかなと。まあ、桂成り捨てて、まあ、同桂の一手に、角が利くんで、これでこの歩も守りつつ、これで詰んでるんですけども、まあ、2三飛車にこっち逃げられたら、どうしようかな。あ、じゃあ、先に角打っとくなんてのはうまいのかなと。まあ、同桂と取らして、飛車打って、これ、まあ、こっち逃げてくれれば、話は簡単なんですけど、こっち逃げられちゃうと、ここ、あれ角引いてるじゃんと。じゃあ、やっぱダメかと。じゃあ、やっぱ角は残しつつの最初これしかなくて、1、2、玉に、これでなんとかしなきゃいけないんですけども、まあ、角が残ってれば、こっから角打つ筋、で、飛車成り捨てても、今度は香とは取れないんで。これでまあ、同桂の一手、あ、同桂の一手じゃないですか。桂か角なんですけど、桂の方が簡単ですか。桂だったら、角が離して打ってて、でまあ、ここに逃げたら歩成られちゃうんで、下に逃げても、桂ならず。で、どっちへ逃げても、歩がなれば。これでこの歩もちゃんと守れてるんで、まあ、詰むということなんで、この、1三飛車成りに対しては同角の方が長生きできると。でまあそれでもやっぱりこの離し角ですね。直に打っちゃうと今度はこう逃げられちゃうんで、離して打って、まあその代わり下にはいけないんで、2二玉で歩じゃダメですね。今度歩だと下まで行かれちゃうとダメなんで、ここは角がなって、で玉は3一に行くって、でこれでまあここに最後決め手の金が落ちていると。同玉の一手に頭金で積み上がるということになります。ということで詰め手順を確認すると、初手が2三飛車1二玉、まあ、この2手目3手目が気づきにくいですね。1三飛車成り、同角の方が長生きできるんで同角で3四限定で2二玉に、これも角の方がなって3一玉に4一馬に同じく玉、4二金などの11手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。